じゃあ、はい、次は蜜入りというか、はい、まあ蜜の入ったリンゴが、うん、まあ皆さん好きですよね。そうですね、店でもよう聞かれますね、うん、はい、蜜入ってんの、このリンゴ蜜入ってんの、はい、もうみんな蜜蜜言う、うん、蜜言うてるかな、言うてると思う、はい、うん、というところで、はい、その蜜入りリンゴは本当に甘いのかとか、皆さんが思ってることはそれがなんていうの、蜜入りがいいっていうことなの、うん、まあちょっと何言ってるか分からないけど、うん、そうですね、うん、だから蜜入りを本当に選ぶべきなんかどうか、あ、そう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 、そういうところとかね、まあその辺も、はい、ちょっと詳しく、直先生に話していただきましょうか、はい、はい、まあ、確かに私も店頭で店で、うん、立っててお客さんによく聞かれるポイントの一つです、はい、お兄ちゃんこのリンゴ蜜入ってんの、うんうんうん、蜜入れてんのと、うん、入れてんの、ちょっと答えけど入れてんのって聞かれたら、うんうん、そもそも皆さん蜜って何かご存知ですかっていうところになります、うんうんうん、もちろん蜜は蜂蜜じゃないですよこれ、はいはい、後から注射器で入れてるとか、うん、そういうものではないです、自然に出てくるものです、うん、で多分皆さんも美味しいリンゴの代名詞としてやっぱり蜜入りリンゴっていうのを、うん、欲しがるかなと思ってるよね、蜜入りリンゴ欲しいって思うかなと思うんですけれども、うん、どの品種でも蜜が入るっていうわけではないんですよ。そうね、はい、蜜が入りやすい品種、うん、入らない品種、入りにくい品種っていうのがあります。で、まあ、蜜が入りやすい代表的な品種を紹介すると、はい、まあ富士リンゴ、はい、まあ、リンゴの王様ですね、富士リンゴは、入りやすい、そうですね、入りやすいです、はいはい、であとは、こちらの名月、群馬名月ですね、うんうん、これも蜜が入りやすいです、はい、うん、で先ほど、ちょっとレアリンゴのところで説明した北斗、北斗リンゴ、これも蜜が入ります、うん、はい、とあとはもう全身蜜だらけのリンゴとして最近人気のある小蜜、小蜜、はい、品種名でいうと高徳っていうリンゴがあるんですけれども、これはもう蜜ばっかり、ものすごい蜜が入ります、もう切ったら透き通ってるな向こうっていうぐらい、うん、実際本当にリンゴを光にかざすと向こうが透けて見えるぐらい蜜が入るの、入ります、小蜜、はい、小蜜高い、まあ一玉こんなちっちゃいのがね平気で、ね、400円500円とかするんで、うん、超高級リンゴなんですけれども、うん、はい、まあ、なんで超高級かってやっぱ人気があるからなんですよ、うん、まあそうやね、はい、で、じゃあ蜜本当に美味しいのっていうところを皆さんにちょっと知っていただきたいなと思うんですけども、うん、このそもそも蜜って何かっていうと、これは甘みの元です。なんで、はい、確かに出来のいいリンゴなんですよ。蜜がしっかり入るっていうのは甘みがしっかり、甘みの元がしっかり入ってるっていう状態なんです、はい。ただこの蜜の状態では甘みは感じないです。甘みの元やな。甘みの元なんで。はい。はい、なので、うん、皆さんぜひやっていただきたい、実験でやっていただけたらなと思うんですけども、うん、蜜入りリンゴをもし手に入れたら、あ、蜜いっぱい入ってるわと思ったら、蜜の部分だけ、リンゴをだから内側からですかね、蜜の入ってるとこだけをかじってみてください。多分ね、思ってるほど甘くないと思います、うんうんうん、はい、で実際は蜜の入ってない反対側、皮側ですね、端っこの方を食べた方が甘く感じると思います。今の分かりました？串型で切って内側にある蜜の側を食べるとあんま甘くないなと思うのに、反対にして皮の部分を食べるとあれ甘いやんっていうところですよね。はい、はい、で、これなんでかっていうとですね、先ほど甘みの元ですっていう話をしたと思うんですけども、これが蜜がしっかり入っているの、蜜は甘みの元で、これが種から分泌される酵素によって今から甘みになっていくよっていう状態なんですね。それが分解酵素の分泌がよりも甘みの元を貯めるスピードの速すぎて溜まってしまった状態、もう分解が追いつかない、甘みの製造が追いつかないよってなってるのが蜜入りリンゴです、うん、はい、なので、当然甘みの元なんでそこだけ食べてもまだ甘くない、はいはい、ただ、ポテンシャルはものすごく高いです、うん、その入ってる蜜が全部甘みに転換されたらものすごく甘くなるんで、うんうん、それが徐々に分解された分が甘く感じるんで、確かに甘みは強いんですけれども、うん、じゃあまだ甘みの元を蓄えた状態で食べてしまうと100% の状態ではないっていうことを皆さんにちょっと知っていただきたいなと思います、うん、要は蜜が入ってるリンゴは、
甘くなるよってことね。これからまだ甘くなる余地を残してるってことですね。 100% の甘みを出してないのに、はい、甘いくないのになんか甘いって感じて食べてしまってるってことね。そうですね。皆さんが蜜入りリンゴや美味しそうって食べてるっていうのは、まだこれからまだまだ甘くなるリンゴをまだ伸びしろがある状態で食べてしまってるっていうふうに思っていただきたい。ではどうすればいいの。はい、はい、そこですね、はい、リンゴを切ってしまうと、もうそこから先は、分解されるってことはないんですよ。もうそれを食べてしまうしかない。どうしてもないね。ただ、はい、皆さんスーパーとかでリンゴ買うときに3玉入りいくらとか4玉入りいくらっていう感じで、リンゴ買うことあるかなと思います、うんうん、その時に1玉切っては蜜しっかり入ってるなってなった時に、うん、他のリンゴも蜜がしっかり入ってる可能性がものすごく高いです、はい、同じ条件で栽培されてるんで、うん、この時にぜひそのリンゴが蜜をしっかりと分解して甘みに転換してから食べていただきたいなと思うんですけれども、うん、これを僕たちは蜜が散るっていう言い方をします、うん、はい、蜜が入る状態っていうのは種の周りにもう透明の部分が透き取れた部分ですかね、まあ、しっかり入った状態になるんですけども、これがまばらになっていくんですよ。蜜、うん、リンゴ全身にちょっとこう反転のように、要は時間を置いてると、ね、中に蜜入ってたやつが蜜が散る、散ってってるのが中で行われてるってことね。そうですね。ちょっと分かりにくいかもしれないですけども、はいはい、この状態まで待っていただければ、そのリンゴのポテンシャルが一番 100% の状態で食べていただけるかなと。で、これをしようと思うと、うん、冷蔵庫に直してしまうと分解酵素、その甘みの元、甘みに転換する力が落ちるんで、常温で保存してください。で、大体1週間ぐらいって言われるんですけども、うん、まあ、多分3、4日ぐらいで、あんまり置くとね、これでどんどん柔らかくなっちゃうんで、まあ、大体3、4日ぐらい、はい、置いてちょっと待ってから食べるぐらいで食べていただければ、おそらく一玉目に食べたリンゴよりは甘みがしっかりと出てるんじゃないかなと思うんで、これが僕の蜜入りリンゴのおすすめの食べ方。食べ方、はい、要はリンゴに蜜が入ってた時を切ってすると早いよと、ね、まとめて言うとね、はい、だから他のリンゴはまあ、3日ぐらい置いといて切ったらなんか蜜がちょっと減ってるやんってことだよね。見た目的には蜜が減ってるんだね、はい、だけどその状態が甘さが一番状態が良くなってる、良くなってる状態なので、その状態になるまで待った方がいいよと。甘みは強いよと、うん、はい、ただ甘みは強いよっていうのがちょっとポイントなんですけども、はい、蜜入りリンゴは日本ではすごいもてはやされるんですけれども、うん、海外ではね逆に評価が低いんですよ、うん、はい、これなんでかっていうと、海外では蜜入りリンゴのことをウォーターアップルっていうね評価される、うん、はい、だから日本人は白い部分、透明の部分を見て、あ、蜜やって思うんですけども、海外の人は水やって思うんですね、うん、はい、っていうのは食感が落ちるんですよ、まあそうね、柔らかくなっちゃうんですね、蜜入りは、はい、でさらにそれを蜜を散らすまで置いてから食べるってなると、さらに柔らかくなっちゃうんですね。で海外の方はやっぱりリンゴを火を通して食べたりとか、まあ、そのままかじって食べるっていうのはやっぱり食感がすごく大事に、うん、思ってらっしゃるんで、蜜入りリンゴの評価はすごく低い、うん、ウォーターアップルで調べていただいたら多分出てくると思います、はい、海外の評価は低いですね、はい、まあ、だけど結局さっき言った富士とかは食感固めやったやんか、だからまあそんなにめちゃめちゃ柔らかくなるっていうイメージはないけども、そうですね、はい、うん、多分で十分満足するだけの食感は出るかなと思うんですけども、まあ、蜜が入っているものは入ってないものと比べると食感は柔らかくなるとっていうのが一つ、まあ、デメリットというか、はいはい、まあ、うん、まとめると蜜入りリンゴは、はい、蜜は甘くないよと。そうですね。だけど置いとくと甘いよという感じね、まあ、より甘くなるよと、はいはい、っていうことなので、はい、それが蜜入りリンゴの正体と。そうですね、蜜の正体ですね、うん、だから僕は結構さっき言った外国人の方がそのまま食べるよっていう方、僕ね切らないんです家で食べるとき、はい、もう大体仕事中でもリンゴ買って食べるときはもう洗ってシュシュって食べます、ね、僕は、はい、切らないんですけども、まあドラマとか分からんけどなんかこうやって切る人いるやん、こう、はいはいはい、うん、まあ、いるっていうか見たことはないねん、うん、映像では見たことあるけど、はい、生では見たことないけど、はい、普通に切るのとこう回して切るののなんか違いはあるの、まあ、多分食べたときにそれがどう変わるっていうのは多分ないと思うんやけども、うんうんうん、単純にこれをくるくる回して切るってなると一玉全部皮むいちゃいますよね、これ。まあそうやね、もう剥き上がっちゃうじゃないですか、うん、だから一玉全部食べないといけないってなりますよね、うん、色変わっちゃうんで、うん、でも切って
その部分だけを皮むけば、後のところは皮に守られてるんで、まあ、ある程度の保存は効く。まあ、ラップしとけば、はい、ラップしとけば、その表面は色変わっちゃいますけど、そこだけ取れば、何のその条目もなく食べれるんで、僕はぐるぐるぐるって全部むいてしまうよりは、その食べたいところだけを半分とか3分の1とか切って、そこだけ皮をむいて食べた方が僕はいいんじゃないかな。でも、はい、僕はそのまま行くんで皮ごと食べた方がいいやんと、まあ、そもそもで言うとね僕もそうですね、果物全般そうなんですけども、やっぱり美味しいところって皮のすぐ下っていうのはね、ものすごい栄養価も高いですし、香りもいいんですよ、はい、なので、まあ、皮がどうしてもちょっと苦手っていう方もいらっしゃると思うんですけども、特に苦手意識がなければぜひ皮ごと食べていただきたいなと。多分香りで今までと違った香りを楽しめるんじゃないかなと思いますね。うん、だからさっきも言ったけど、串型にもし切った場合、内側だけ食べる食べ方と、逆に反対して外側だけ食べる食べ方、串型まっすぐ食べちゃうと両方とも食べるやんか、うん、だけど内側だけで食べるのと外側だけで食べる食べ方をちょっと変な食べ方だけでやってもらったら、ちょっと甘みの感じ方が違うんじゃないかなと思う。そうですね、で先に言ったココちゃんみたいに丸かじりしていくと最後に芯のとこに来るから、うんうん、多分その甘みがどんどん変わっていくっていう感じもよく分かる。本当にいっちゃん最初がいっちゃん美味しい、一番甘いです、うん、で本来蜜が入ってるはずの一番甘いであろう一番中心に行くに従って甘みがどんどん落ちていくんですよね、うん、はい、ぜひ一度ちょっと試していただけたらなと思います。はい、はい、じゃあね、はい、まあ、リッツ入りリンゴについて喋ってもらったんですけれども、はい、じゃあ実際に、うん、まあ、普段スーパーとか行くって買うわけじゃないですか、まあ、果物屋さんに行くかも分からへんけれども、はい、うん、実際どうやって選べばいいねんって話じゃないですか。まあ、僕らも果物に聞けば、うん、どれ美味しいのって聞けば、はい、ね、まあ、分かる話だけれども、はい、まあ、スーパーとかで、まあ、そういうね、誰も聞けない状態の中で選ばなきゃいけないというところが、はい、まあ、あるので、まあ、次の動画では、はい、まあ、その辺の、まあ、美味しいリンゴを選ぶにはとか、失敗しないためにはみたいな、うん、まあ、実践編をちょっと喋ってもらおうかなと思いますので、はい、分かりました。次の動画もお楽しみに。はい。